皆さんこんにちは。 YouTuber でタレントのふわちゃん。ふわちゃんは先日海外に移住することを発表し話題となっています。今回はふわちゃんの海外への移住についてや事務所をクビになった理由、木下ゆきなさんとの不仲説などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。17日 X 旧 Twitter で、実は私は4月から海外のいろいろな国で生活してみることにしましたと報告。昔から夢に見ていた海外移住ですが、個人的に節目の年に差し掛かったこのタイミングで決断したよ。年齢非公表とはいえと明るく伝え、仕事については日本と行き来しながら変わらず続けます。深夜ラジオの影響で時差ボケもなりにくいとしました。ふわちゃんは小学2から4年生までアメリカロサンゼルスで過ごした帰国子女で、英語も堪能。海外移住への憧れがあったことを明かし、やりたいけど現実的にやれないと思ってることって、やってみたら案外ふっかるにできちゃうんじゃないかなって思ったからさとポジティブで、そんな大げさにしないでサクッと言ってくるよと伝えました。そして18日放送の日本テレビ系情報番組ヒルナンデスに出演した際にも、前日に発表した海外移住を生報告し、海外移住に伴い月曜レギュラーを務めていたヒルナンデスも卒業するとのことで、海外にいっぱい行くからとっても楽しい卒業なんだけど、みんなに会えなくなって本当に号泣と泣き真似で別れを報告しました。移住先については、一番最初にアメリカに行って、その後いろんな国、ポルトガルとかキューバとか、気になるところがいっぱいあるからレポしてくるよと説明し、期間は未定のようで、パスポートだけは絶対なくさないぞと意気込んだ様子でした。また月曜レギュラーは卒業しますが、引き続き海外レポーターとして番組には出演するようで、海外のロケを担当しているから、これからもいろんなとこに行って現地合流とかしちゃう、みんなで合流しようよとメンバーを誘っていました。そんな愛されたふわちゃんの卒業を記念し、来週25日にはふわちゃん卒業旅行として香港旅の様子を放送するといいます。卒業にふさわしい、みんなにも真似してほしい、青春がいっぱい詰まったロケになってるから、みんなにも見てほしいなと呼びかけ、ふわちゃんは最後に、ふわちゃんがいないヒルナンデスは本当に静かでお昼にふさわしいと思います、楽しんでねと茶目っ気たっぷりに挨拶していました。移住の目的については、新しい景色を見たい的なこと言って良い感じにぼやかしてるけど、白状するとめちゃくちゃ遊びに行ってきますとのことでした。ふわちゃんの報告にネットユーザーからは、いいねふわちゃん、憧れる生き方、めっちゃかっこいいなから、私もフラッと海外移住したい、英語圏以外にも行こうとしてるとこがすごいなどの声が多く上がっており、帰国子女だから英語は問題ないもんな、英語力すごいから満喫しそうと、持ち前の英語力のほか、ふわちゃんらしい生き方だと思う、ふわちゃんのこういうとこが好きと、彼女らしい決断も話題になっています。そんなふわちゃんは過去に、かつて在籍していた渡辺エンターテインメントをクビになっており、その衝撃の理由も明かしていました。事務所にいた頃、 SF 世紀宇宙の子という男女コンビを組んでいたふわちゃん、ネタ見せのオーディションのために TBS に行くと、局内に松本人志さんの楽屋があることを発見。そこで彼女は、やば、まっちゃんいるじゃんと迷いなく挨拶に行こうとするも、周りのスタッフに止められ、事務所の人に言うからな、いい加減にしろと怒られたのだそうです。このあとふわちゃんは、決定的だったのは事務所のお偉いさんに怒られたことと説明。局内の床に座っていると、通りがかったそのお偉いさんから床に座るなと注意されたといいます。これに対して彼女はムカついたから、お偉いさんが去っていく後ろ姿に向かって中指を立てていたと解雇。ところがその場所がガラス張りで夜だったため、
室内の様子が反射してしまい、フワちゃんの動きがそのお偉いさんに見えていたと言います。彼女はそれでクビになっちゃったと笑顔で明かし、松本人志さんはそれはなるべくしてなるわな、すげえなと感心していました。このように松本人志さんにも気さくに声をかけてしまうくらい誰とでも友達になれてしまうフワちゃん。そんなフワちゃんは木下ゆきなさんに共演 NG を突きつけたという噂があるようです。2023年11月11日頃、フワちゃんが木下ゆきなさんと共演し、まさかの NG 宣言を行ったとするタイトルのネットニュースが話題になりました。フワちゃん年齢不詳ながら若者たちから絶大なる人気を誇り、元は YouTuber の側面が強かったものの、今では完全にテレビの世界で活躍している人気タレントです。タメ口の親しみやすいキャラクターで誰とでも仲良くなれるフワちゃんですが、木下ゆきなさんには NG を出してしまったのでしょうか。このニュースの真相は11月10日放送の全力脱力タイムズの企画を扱ったものということでした。フジテレビの人気番組である脱力タイムズは、過去にはサプライズで長らく共演のなかったコンビアンタッチャブルの2人を共演復活させるなど、たびたび世間を騒がせている番組です。フワちゃんが出演した企画は、フワちゃんには本当に共演 NG の人はいないのかを検証するという体のコーナーで、このコーナーは以前にも行われたものでした。木下ゆきなさんといえば、2019年に実施が勤務していたタピオカ店の経営者とのトラブルなどを理由に芸能界を自粛、後に引退されていました。そのためこの度の実に2020年以来となるテレビ番組出演は大いに話題になりましたよね。視聴者にだけではなく、フワちゃんにもサプライズだった木下ゆきなさんの登場。木下ゆきなさんは番組上でフワちゃんと一度偶然プライベートで会い、子供たちと写真を撮ったことなどを明かし、 SNS に載せたかったけど迷惑かけちゃうかなと思って載せられなかったといった発言をし、フワちゃんはタジタジになりながら木下ゆきなさんのフォローに回っていました。フワちゃんから優しくしてもらった木下ゆきなさんは、フワちゃんとの YouTube コラボを希望。フワちゃんはこれに戸惑い、やんわりそれを断るも、木下ゆきなさんはなおもしつこく共演や LINE の交換をねだりました。最終的に参ったフワちゃんが木下ゆきなさんにわからないように、共演 NG100% と回答したようです。というわけで、共演 NG はあくまで番組上の演出だったのですが、本心はフワちゃんにしかわかりませんね。他にも脱力タイムズの同企画には、これまでにコリンセイ時代の小倉優子さんやぶりっ子タレントである佐藤珠緒さんなども登場し、フワちゃんを苦しめていました。ただ実はこの番組と関係ないところで共演 NG 疑惑があったタレントもいたのだとか。それが伊集院光さんです。伊集院光さんといえばクイズ番組などでおなじみのインテリタレントです。そんなフワちゃんと伊集院光さんは、フワちゃんがブレイクしたての頃に挨拶もなしに伊集院光さんがメイクさんと赤ちゃんの話をしていたことをフワちゃんが SNS に投稿。伊集院光さんから、お前スパイじゃねえんだからよ、挨拶も何もないうちに書くんじゃねえと怒られたのだとか。この一件で共演 NG されているのではないかと心配していたフワちゃんですが、2023年9月末に自身のラジオに伊集院光さんをゲストとして呼び、完全な雪解けと安心していました。刺激的な企画を視聴者に届ける脱力タイムズ、出演する側は少し疲れるようで、フワちゃんはもう出たくありませんと番組に NG を突きつけていました。いかがでしたでしょうか。今回はフワちゃんの海外への移住についてや、事務所をクビになった理由、木下ゆきなさんとの不仲説などについて紹介していきました。今後のフワちゃんの活動にも注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。